スウェードの靴の手入れに最適なアイテムを紹介します。これです。皆さんご存知のあのたわしです。シューケア用の特別なものではなく純粋なあのたわしです。実はスウェードの手入れに最適なんです。こちらは砂ぼこりにまみれたクラークスのデザートブーツ。 タワシを使った手入れの様子をご覧ください。公園で遊んだ際に履いていて、砂場に入ったり、ボールを蹴ったりして、砂ぼこりが付着してしまいました。使っているのは、明治40年創業の元祖、西尾商店の亀の子タワシ。素材はパームで、ヤシの実の繊維でできている天然素材です。 豚毛ブラシよりも腰がありますが、硬すぎるということはありません。砂ぼこりをかき出す、スウェードの毛を起こす、この二つの作業を一度にすることができます。スウェードの手入れにはゴム製のクレープブラシや金属製のワイヤーブラシを使うのが一般的ですが、 クレープブラシでは砂ぼこりは落とすことができず、ワイヤーブラシでは硬すぎて、ステッチを痛めてしまう恐れがあります。たわしなら、砂ぼこりを効率よく書き出すことができ、ステッチを痛めることもありません。使っているのは、一般的なたわしサイズよりも一回り小さい、パームちびっこという名称のたわしです。スウェード靴の手入れは、基本的にたわしでブラッシングするだけです。 その他の手入れについてはブログに記載していますのでよろしければご覧になってみてください。わずか数分の作業でとても綺麗にすることができました。 亀の子たわし、パームちびっこはアマゾンで購入したものですが、ホームセンターなどでも販売しています。価格は400円程度。スウェード靴の手入れにたわし。おすすめです。